いどうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、バネが邪魔でゴールできないらしいんですよ。これもね、 YouTube のコメント欄でリスナーさんからいただきまして、めちゃくちゃ気になるんでね、早速やっていきましょう。うわ、出たよ。一回地面から離れたら着地しないでゴール。これはバネが邪魔なのかな。普通に歩いて行ってみるね。うわ、出た。うわ、これバネ飛び越えていけってことだよね。走って行ってみようか。うわ、やっぱダメだよね。うわ、これどうやってクリアするんだろう。ジャンプ。うわ、無理くせ。多分ね、ジャンプしたらいけないと思うんだよね。ジャンプせずに通り越えらなきゃいけない。あ、今ひらめいた、ひらめいたよ。ここさ、ちょっと段差になってるでしょ。見て見て、ほら、キノピオがちょっとね、下に行くでしょ。なんでこっからくるりんしてみようか。はあ、いや絶対そう。こっからこうか。いや絶対これでいけると思う。もうジャンプしたらダメなのは分かってる。なんでギリ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 、この辺この辺でいけ。やった、きた。いや見た、多分あれでどうにかしていくと思う。どの辺ですればいいんだろう。だね、でんぐり返ししたらさ、マグマに落ちちゃうんだよね。だからマグマに落ちない程度のところででんぐり返ししてこのバネを越える、多分そんな感じだと思うんですよ。それがどの辺なのかね、ちょっと分かんないんだよね。ちょっと見ててね。やった、来た。いや来たのはいいんだけど、こっからだよね、こっからが問題だよね。いけるのか。あっ、マジでミスった。よし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 、ここでいいんだけど、こっからだよね、こっからマジでミスらんようにするよ今度は。はい、あー、なんで。うわ、惜しい。ここ難しい、地味にねえ。もうクリア方法分かったからよくない。もうクリアしてんでいいよね。このね、バネを越えるのがね、めっちゃきついんだよね。こっからどうしよう。うわ、どうしよう。うわー、どうしよう。進むのが怖くていけない。うわー、やられるのが嫌で。カビちゃんって言ってみるよ、次は。こう。いやー、嫌だ。これバネの勢いでいくのかな。バネに当たってジャンプみたいな、それで行ってみる。でも失敗したら終わりだよね。頼む。いやでも合ってんじゃないの。バネはもう自分から辺りに行った方が多分タイミング取りやすいと思うんで、自分から転がって辺りに行きます。で、辺りに行ってシャガジャン。やった。いや、めちゃくちゃしんどかったね、このコース。はい、それじゃあ次はですね、トロールコースやっていきますか。いや、いきなり笑いが出ちまいましたけど、いや、さっきの一発マリオでね、ほんと私のね、精神状態ボロボロなんですよね。なんでこのトロールコースも結構鬼畜なんですけど、元気がなかったらね、さっきの一発マリオのせいだと思ってください。マジで見出しない方がいいよ、あれ本当にやられるからね。それじゃあ早速やっていきますが、今回初見殺しはあ、ない感じだね。じゃあ速攻降りてっていい感じかな。うわ、めちゃくちゃ怪しいね。でもここ行きます。うわ、そういう初見殺しね。じゃあここは一旦回転ジャンプで降りて上、オッケー。で、ここに多分ね、ブロックが出てくると思うんだよね。絶対出てくる。はい、よしよし。で、右。うわ、どうしよう。右行ってみるね。いや、左行こっか。このオープンブロックがめちゃくちゃ怪しいよ。なんか出る。うわ、金魚。危ねえ。見た、この髪よけ。このまま右でよかったね。そしてオンオフはしないでいこう。多分こっちで、あ、いや、どうせ変わるのかな、これ。あ、じゃあこのハテナブロック叩いたらドッスンが追いかけてくるからね、絶対叩かないようにしよう。なんでこのまま左下叩こっか。あー、待って、やめて。いや、全然やめてくれ。ねえ、これ何よ、こんなのひどいやんか。じゃあここはね、上にツタが出てきたから、そのツタに登る、そんな感じじゃないの。オッケーオッケーオッケー。で、このツタに登っていきます。大丈夫大丈夫、こっち大丈夫大丈夫、これそんな感じねえ、これもそんな感じですか。え、右下に爆弾があるの。あの爆弾を壊せってこと。上に行って下に行く、そんな感じでしょ。こう、いや、合ってる合ってる、これで合ってるよね。よし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 。
どうしよう、こっから右上に行ってみますね。ここいや合ってるね。でここはね、浮き輪の中が怪しい。うわ、なんもないのか。じゃあこの当て馬ロック叩いて、なに、こう、よしよしよし、で右で走っていく。なに、ワイヤーがいるの。いや、ここがバブルの可能性もあるよ。ほらちっちゃいんだよ。じゃあここはキノコ取るでしょ。そんでファイヤーも取る。オッケー、でファイヤーでここ溶かして、うわ、ピー、これ引っかからんかったよ。うわ、でもどうなんだろう、このピーがいるパターンっていうこともありえるよね。でも多分ね、いきなり出てくるってことは罠だと思うんですよ。なんであのピー取っていかない。それで合ってる、うん、合ってる合ってる。そして中間ポイントゲットだね。よし、ここさピンコインコースじゃん。左から行こう。わけわかんなくなるんで、いろいろ行ったら。じゃあオンオフしかないね。ナイスキン。ありがてえ。でここはどこ行けばいいんだろう。上かな、上行ってみるね。こう、うーわ、うますぎ、今日冴えてるね。でこのねリフトもね、すぐ上上がろう。こう、なんで。いや、よかった、読みはよかったんだけどな。じゃあここはもう一回ジャンプしてすぐ左、これでいいでしょ。そんで右に行こっか、大丈夫で、下に降りていいよね。そしてこのまま右行きます。うわ、なんか結構複雑だね。で何もしないで上に行っていいんじゃないのこれ。うわ、でもさ、左のファイヤー取らないけんっぽいよね。一旦こっち行ってみる。うわ、邪魔くせ。じゃあこのまま何もしないで、多分ねこの土管で合ってると思うんだよね。そしてピンコインが1個か。これかぶっていいんじゃないの。一旦かぶってみるね。この辺でかぶろ、ギリギリで。いや、かぶれないか。ハテナブロックはバブル、何の意味があるんだろうね。じゃあここはもうこれかぶるしかないんで、いきます。いや、大丈夫これ。もう積んだ感じじゃねえか。このトゲソをかぶったらすぐ左に行くね。はい、よし、でここ壊そう。そしてここはさ、走っていくしかないと思うんだよな。でもこのコインの通りに一回信じよっか。一回信じて、いや、左。ズルリンピック優勝。え、左行っていいのかな。左行ってみるね。こう、あー、なるほど、ボムへ壊れてくれんのね。そしてオンフ取れんのかな、これは。うわ、意味ないね。じゃあオンフ取ろう。オンフ取るじゃね、ピンコイン取ろう。そして右、いや、上、大丈夫。あの砲台にね、やられはしなかったんですけど。でこのピンコインはね、最後に取ります。それじゃあ次はね、左から2番目の土管入ろう。なんでよ。ここやられるだけのドアいる、そんなの。いる、こんなの。それじゃあ右のドア入ろう。このドア入りますね。次は、あ、どんな感じなんだろう。とりあえず右行くしかないよね。オッケーオッケーオッケー。そして下に行こう。魚。じゃあここは一旦ね、金魚が落ちてくるの待っておいて下に行く。そんでね、チャッカマンすると思うんだけど、右にね、チャッカマンしなきゃいけないと思うんだよな、このボム兵。なんで右にやろう。左から叩きますね、こう。でもう一丁、うまい。そしてどうしよう、上かな、上だね。はい、よし。でこの音符ブロック叩けないもんね。あら、これも積んだ感じじゃないの。大丈夫、鉄球が出てくる。よし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 。いやこれ逃げるところがわからんくない。一旦ジャンプしてこのまま上、やってるっぽいね。そしてオンオフはしないでいいでしょ。一旦しておく。いや、しておいて正解なんじゃないのこれ。ほら、なんかブラッパを倒したよ。何の意味もないと思うんだけどな。じゃあここでバネ持っていけんのかな。あ、やっぱバネ持っていけないね。一旦左下行こう。うわ。面白すぎ今の。左をしっぱで行ったら大丈夫なんじゃないの。ほらほらほら、これが正解だね。そしてここでバネ登る。よし、で左のバネ叩く。なんでよ。やっぱすごいね、この豆腐さんっていう方のトロールコース。前の動画でもね、言ったかと思うんですけど、この方が作るトロールコースがね、めっちゃ好きで。じゃあ一旦ここオンプ叩いてすぐ右、
まだそこにあったらダメなんじゃねえか。さっき仲良くなれたやんか。なんで今度は邪魔するのって聞いてる。4位がいなんか言えよ。左にバネを置いておいて、こうやっていきます。それで合ってる感じでしょ。でここジャンプかな。うわなんか怪しい。どうしよう。うわ無音なんだけど、一応足場がある感じだね。バブルが出てくる感じ。そうここに避けておこう。オッケー、バブルじゃなかったけど大丈夫だったね。え、ここピンクコイン3つもくれんの。ラッキー、やったぜ。引っかかんねんだよ。これ上はなんもないね。え、3つも手に入れると、いや、ありがてえ。次は真ん中の左、意味なかったんで、多分ね、この土管かな。うん、やっぱそうだよね。そしてどこ行こうか。右しかないよね。なんでここ行こう。よし、で左に逃げるね。いや正解なんじゃない。ほら、でここで爆弾を投げる。うますぎ。足りんくない火力。上って書いてるじゃん。これで合ってんじゃないの。うわ合ってる合ってる。え、なんでさっき火力足りなかったんだろうね。じゃあ僕の大好きなドクロコースターに乗っていきますか。うわ行っていいんだろうか。ここ行きますね。信じます。さあどこまで行ってんの。じゃあ上をしっぱでドクロに乗ってたら大丈夫。よし、で左下を信用しよう。このキノコめっちゃ怪しくない？なんかね、イキャップとか隠されてそうなんだよね。イキャップじゃねえ、あの普通のなんていうの、赤キノコっていうのかな、あれ隠されてそうなんだけど、取ったらダメなのかな。いや合ってる合ってる。でジャンプジャンプ。ダメだ。何、多分あのキノコを取って上に行く感じだね。それではこのリフト乗ったら一旦右に追っておこうか。そしてキノコが出てくる。でジャンプ、うまい。そんでもう一回キノコ取ったら、あれダメだと思うんだよな。いや取らなきゃ下の針に当たるもんね。なんでこれ取っていいと思う。で下こういう感じでしょ。なんで足場があんのよ。なあこれずるいでしょ。もうさっき出ろよそんな大火に。あ、いや合ってる合ってる。これは正解パターンなんじゃない。ただオンオフがあっていけない感じか。これ何。めんどくせえ。これ引っかかれってか。いやこれそんなに難しいわけなんじゃないの。これそんなに難しいわけなんじゃないの。挟まれてやられる感じじゃないのかな。ここやっぱそうだよね。じゃあここはキノコ取らんでいこう。それでいけるはず。よし、でオーフが変わらんパターンでしょ。よし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 。で赤キノコゲット。何、え待って、これは罠に引っかかった感じですか。左の方に孔明出てきたよね。なんで左からこうやってジャンプしていけばいける。よし、で中間ポイント、あと1個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 。多分ね次はこの右側の土管の方に行こう。多分これで最後だよね。よし来た。うわここ悩ましいやつだね。まあ投げるしかないと思うんだよな。これ信じよっか。この字信じます。はい、いやじゃあここは投げるでしょ。投げて左に逃げよう。それで合ってる。そしてこれをかぶってブラパを倒す。そう、うまい。ザマーザマーねえなブラパ。でこのままさ走ってっていいと思うんだよな。走ってってトゲベッドかぶる。そうでこう、うまい、見た今の余計で、このまんま上、怪しくない。普通だったら右に入るでしょ。みんな上めっちゃ怪しいんだよな。いやでもそんなことはしない私。絶対違うと思う。でここで上、そうそうそう、これで合ってるんだよね。でこのまま右行く。そしてどうするんだろう。このつらら落ちないよね。あ、落ちる落ちる。で、逃げ逃げ。じゃあここは左降りた瞬間に右、これで合ってる。よし、あの花ちゃんはねもう無視していいと思うんですよ。そしてここなんか右あるよね。何ここ。いや大丈夫、右は罠だったと思う。でこれ下から行くと見せかけて上から行こっかな。うわ下じゃねえか。え、マジかよ。え、やられるないパターン。しかも大丈夫これは。うわやられるないパターンやん。もう一回やり直し的な感じ。
うーわ、出た、やり直しやんか。上に上がったらいけないんでしょ。なんで右に行っていいよね。こう、よし。そしてピンクコインゲットで、このままゴールへの道が開けたと思うんですよ。大丈夫で、中間ポイントの、いや来た、これでゴールだね。いや、どんな感じなんだろう最後のゴール。何ここ、ゴールがちょっと遠いゴールがめちゃくちゃ遠いぞ。大丈夫ですか。じゃあオンオフするのはもう左、これしかないと思う。左、違う、右か、右行って下に逃げる。うまっ、見た、今読んだね。じゃあこのまま右に走っていこう。いや大丈夫大丈夫、今罠に絶対引っかかったと思ったでしょみんな。あ、ここはこれを取って、いや大丈夫、いやなんか今回調子いい、ここだけ調子いいよ。でここはさ、右下に入ると思うじゃん。どっち行く、一旦右行こっか、上行こっか。はっ、でトスがなんか来る感じでしょ。いや分かってるんだって。そしてどっちが正解、ここファースト、え待って意味わかんない、どういうことね、待って、これは、は、土管に入ろう、ドアに入ろう、こっちが正解でしょ。うわ、なんか嫌な感じかしね。あ、こっち戻るパターンじゃないの。中間ポイント取ってしまった。え、大丈夫、え、どうしよう。あら、鍵は、鍵の存在大丈夫ですか、どうなってんの。あ、なんかちょっとさっきと違うパターンありえるの、ここ。さっきと一緒やんかー。待て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 、もう一回鍵集めっていうことはしないでいいはずなんだよね。なんか変わってると思うんだよねきっと。まあ一旦このステージはね普通にクリアしてみるけど。マジ、もう一回鍵を取っていけってこと。嘘、戻ってきたよ全部鍵集めて戻ってきたよ。また多分だけど、ま、考えてることがあるんだよね。あの右下のさっきさ、ドアに入ったじゃん、あそこ多分ダメっぽい。右上に行ったらきっとゴールができる、多分そんな感じだと思うんですよ。なんでここは右上、じゃあここはすぐ右行って、キノコかなんか出てきたよね。あ、あったあったあった、キノコってかファイヤーだね。そしてこのまんますぐ右、よし、ですぐねこの右上に行く。またやり直しやった。いや、また戻ってきたよ2回目、いや全部するの3回目だよこれ。ここで孔明が隠されてる、そうでしょ。そんでこうで、ここでドッスンが来て右、これで合ってるんじゃないの。え、違う、違った、右はこっちは何、やった、大丈夫、いける。で右に行こう、よし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 、ゴール、早く下に、あこっからね下に行こう。スクロールでやられる前に下に降りる、でこの辺、やったありがてえじゃあテレサさよなら、もうやられはしないよ、散々やられてきたからね。今日の一発マリオといい、このコースといい、相当時間かかったね、2時間以上かかってる合計で。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。